うん、ほら関西だから牛文化なんだね。それなんかやたら牛が多いなと思うけど、そう考えたら関西は肉といえば牛だからだね。普通に車が走ってるよね。一つの手だよね。うん、あ、パンプキンとさっきみたいなところで食べるか、ああいうもうコースになってるもので食べちゃうか。いいですね。